この通帳はですね、市からの医療費が入ってますね、全部。わかりますかね、これ。全部医療費って書いてあります。4年の12月20日解約33万4318円、長らくお取引ありがとうございました。こちらこそお世話になりました。この12月20日にこの通帳はですね、相続が終わったということです。相続手続きが終了したということですね。はい、この通帳はですね、退職金が入った通帳なんですよね。だけど主人は退職金をですね、生活費に使っていたようですね。こんな風に減ってるんですよ。このあたり、退職金が目減りしていく様子が如実にわかりますよね。まあ、これ途中からですけどね。退職金が目減りしていく通帳って見るの辛いですよね。しかも主人は最後ですね、この退職金ほぼ終わってるんですよね。この通帳を、まあ、相続手続きとして解約しに行ったんですけれど、まあ、退職金の通帳ですからね、どのくらいあるのかなと思っていたんですけれど、この通帳解約の時の残金はなんと1円でしたね。退職金まるまるなくなったというか、まるまる使い果たしたんですね、主人が。どんな思いでこの目減りしていく退職金見てたのかなと思うと、ちょっと胸が痛くなります。長い間お引き立て誠にありがとうございましたと、11月25日解約になってますね。この日がこの老金ですけれども、老金の相続手続きが完了した日ということになってます。相続手続きで残っていたのは1円ですね。なんかちょっと胸が痛くなります。はい、これは JA の通帳ですね。これは年金が入ってくる通帳なので、まあ、特に増えもしないですが減りもしないという、そういう、まあ、徐々にちょっと増えてますかね。さっきの退職金のね、通帳と併用しながらこれを多分使ってたと思います、生活費でね。生活の跡が残ってて、通帳って日記みたいですよね、なんかね。
ここは年金が入るところですね。厚生労働省年金29万5459円。確か企業年金もあったんですよ、ね、ここですね。企業年金11400円、まあ、合計で30万ちょっとってことですかね。まあ、2ヶ月ですよ。こんなところに非課税臨時給付金なんてちゃっかりもらってますね。6月に振り込まれた年金が最後の年金になりますね。で、8月の時点はもうなくなっていたので、まあ、別途動画に出しましたけれど未支給年金となってここにはね振り込まれていません。この段階の解約金はですね、相続手続きにより以下余白となってます。令和4年12月19日に相続手続きが終わりました。291万1429円です。こうやって思うと退職金はですね、それなりにまとまったお金をいただいているわけですけれども、使い始めるとたとえ1000円2000円1万円2万円というような小さな生活費かもしれないんですけれども、使い始めると増えていかないので目減りしかないんですよね。そして最後は0円でしたね。まあ1円というか。でそれに対して年金の通帳はちょっと微増なんですよ。これいつからのあれかな。令和3年の1月2日の時には151万だったのが、まあ、ずっと生活費として使ってきたんですけれど、令和4年の12月、まあ、約4年間ですよね。4年間で290万に増えているということで、まあ、こういう通帳は見ててホッとします。まあ、減ることもあるけれども増えることもあって、そんなにたくさんお金はいらないんですけれども、まあ、プラスになってるよっていう通帳ですね。うん、主人もこれを見て、まあ、ちょっとホッとしてたかな。退職金がどんどん減っていって、そして最後1円で残っていたっていうのは本当に胸が痛くなりました。はい。でこれはですね、主人が貯めていた通帳ですね。まあ、主人もそれなりに貯めていて、ここほとんど生活費は使っていません。貯めるだけの通帳ですね。こういう通帳は見てて気持ち明るくなりますけれども、まあわずかなお金をね、余ったお金を月々貯めてたんだと思います。令和4年12月23日、ご利用いただきありがとうございましたということで終わっています。そしてですね、主人は何を思ったのか、改めてさっき JA バンクの年金が入る通帳あったわけですけれども、それとは別に JA バンクにお金を貯め始めたんですよ。令和3年の12月15日に新規で500円入ってます。そしてまあ通帳を作ったんでしょうね。それで12月27日にも9500円入れて、まあ、計1万円入ってます。で1月8日に5000円出しました。で1月11日1000円出しました。
この日はですね、主人がこの後事故に遭った日なんですね。朝この通帳から1000円出して、主人は出かけて、そして事故に遭って、そのまま亡くなる日まで意識が戻りませんでした。彼はこの1月11日に下ろした1000円で何をしたんでしょうかねそしてこの通帳私知らなかったんですよね。あるって、まあ、言ってみれば主人のへそくりの通帳になる予定だった通帳だと思うんですよ。まあ、へそくりって言ったら変ですけどね、自分のお金ですから。でも主人はこの通帳に新しく作ることで何をしたかったのかなって今思います。新しい通帳を作って、この通帳に夢を託して作ったのかなと思いますね。最後に願いを込めた通帳、1万円へそくりをして、そこから5000円1000円と出して、残金が4000円のところ、私が引き継いで相続手続きを終了しました。この夢を託した通帳の残金は4000円でした。はい、これはこの通帳は、まあ、主人の預金専門の通帳でした。令和5年、今年ですね、の1月12日、主人が事故に遭ったのが令和4年の1月11日でしたので、まあ、1年経ってようやく、1年経ってというか、まあ、亡くなったのは7月30日ですので半年ですけれども、あの主人がまだ元気にね、よしお金貯めてこれこれをやるぞというふうに何か考えたと思うんですよ。でその日から1年経ってようやく全ての通帳の相続手続きが終わりました。長い間お引き立てを賜り誠にありがとうございましたと書かれています。まあ、こちらこそお世話になりました。はい、今日はお彼岸なんですね。ちょっとお墓に行って草取りをしたりして、ちょっと掃除をして帰ってきました。まあ、主人はお金は残したと思うんですよ。でもやりたいこともやれないで、何かやりたいことあったと思うんですよね。で食べたいものもね、まあ、糖尿病ってこともあったりして、甘いものが好きでジュースとかパフェとかね、男のくせにパフェとか好きで、でちょこちょこ私に怒られてたんですよ。だから隠れて食べてたりすることもあって、まあ、主人はですね、歩くのもちょっともうヨロヨロしてて、私が旅行に誘ってもですね、ちょっと遠出の旅行に誘ってもあんまり行きたがらないんですよね。食べることだけが多分楽しみだったと思うのに、まあその楽しみもね、私にいろいろ制限されて、何を楽しみで生きてたのかなと思うと辛くなりますね。
ということで今日は主人のね遺産を公開してきました。まあ通帳ごとにいろんな思いが込み上げてきて、ちょっとなんと見えない感じになりましたね。はい、じゃあ最後までご覧いただきありがとうございました。サガンでした。